えー、こんにちは、こんばんは。えー、マスアトです。えー、農家と農園種族しています。ニースユンタク。えー、今日もこのボクダンンウクライナさんよりこ、えー、このこの、タイムスですかね。三本目のこの二本目ですかね。えー、いろいろと分割して、えー、長かったので分けてるかと思いますけど、えー 拝聴してボコダン・イン・ウクライナよりこのウクライナストームシャドウでロシア軍に影響、えー、攻,攻勢のミサイル活用とその背景を徹底 解説、えー。そして、えー、北朝鮮の関与,に関与が浮上、兵士の動きで明らかになった事実、えー、さらに北朝鮮の背後に見え隠れする中国の存在はということで、えー、引き続き、このボクダンにウクライナのユータイムスですね、本当に、えー、目から鱗ですね、えーまあ、日本の目から見るこのウクライナ情勢についても、私もいろいろとこの、まあ、ニュースですね、えー、この特に。 YouTube では情熱塚チャンネルのニュースの登録まあ、東山 TV さん等ですね、また新防衛研究チャンネルさん、なかなか、えー、新防衛研究チャンネルさん、えーえー、ウ,クウクライナ戦況がなかなかアップされていませんけど、えー、特にうんボクダンさんですね、ウクライナに在住で、まあ、ボランティア活動いろいろしてますけど、えー、最近ですね、えー、この U タイム s いうタイムスですすごいですねまあ、セレクト深掘りそしてこのトピックスに分けていろいろと発信されていますけど、まあ、ボランティアとか、えー、このお母さんとラーメンを食べる日本のボランティアのあれも楽しみに拝聴、えー、以前はこのボランティア活動ですねいろいろこのおじいちゃんとかあ亡くなったりですけどこの 愛犬とかその弟スステファニーステフファァンですか、ね、いろいろボランティアチームのいろいろ、まあ、あハルキュウとかヘルソンかないろいろボランティアチームがありますねそういうまたこの困っている方々に対するこの屋根の修理とかおばちゃんたちですか、ね、兄弟のそういう配置を楽しく、えーえー、まあ 現実ですね。ウクライナの現,現実をこの垣間見えることができて、えー、感謝いたします。えー、なかなかこの全面相が始まるまでなかなかウクライナについて関心なかったですねそういうことで僕クさんも、えー、もともと幼い頃から日本の長く住んでいましたので日本の、うん、まあ主に関西テレビですかね、えー、この回戦当時いろいろとこの発信されていましたけど、えー、日本のこの なかが、えー、新老派ですね本当に自民党のおと東北海道のこの自民党のあれかな県連がこの鈴木室さんをと協力するということでまあ唖然としますけど親ロ派ですね、えー、そういうことで「さ、え、産、ー、TV」さんはもうそれはありえないということを言っていましたけど、えー、このまあ地域の,この自民党の北海道の県連がこのまあ,あ 鈴木さんはこのまあ、ねええまあ、え結構北海道のその地域では結構力を持って影響を持ってまだあ支持されてるかと思いますけど完全な進路派ですね逆にとっては日本にとっては危険ですねそういうまあジョネさんも厳しく指摘されていますけど佐藤、まま、守さん、えー、この一時期あれですかね、えー、この外務省のこの,、えー、このロシアに行ってからの えー、この母親があれですかね久米島出身ですけどなん,かあなんかそういうことですけど完全なこのロシアのナラティブですねあとこの池上さんとか完全にこのロシア中国のそういうお、まあ、反アメリカですかね反米のそういう流れを感じをこうして完全に陰謀論じゃないですけど完全なこの親ロシアまた親中国のこの。 えー、情報戦に完全に染まっているということで私も目をつけないといけないですねそういう、えー、このロシア中国の,の,その、えー、カラフト独立論とか沖縄独立論とか、えー、だいぶ、えー、脱線しましたけど、はいえー、本題に持っていきたいと思います。はいえーえー、今日は急急遽遽ままたたおお仕事のお昼間のお仕事事のの昼間がまた急遽お 急きょ取,、えー、取りやめになって一日、えー、お休みとなったのでちょっと、えー、間時間がちょっとお12時前ですけど、えーまあ、今日は一日お,しお仕事お休みということで。えー 話が脱線しましたけど戻っていきたいと本問題ですね、えー、ボグダン,インウクライナ、このウクライナストームシャドウでロシア軍に影響を、構成のミサイルを活用とその背景を徹底解説、えーこの、そしてこの北朝鮮の関与が浮上、兵士の動きで明らかになった事実、さらに北朝鮮の背後に見え隠れする中国の存在ということで、今回、ストームシャドウですね、それはまだ、えー、占領されている、このド,ドネツクですかね、その占領されている国 ななのに、えー、式場かな結構この具体的になかなか書いてありましたけど、えー、ロシアのこの軍隊のこの連隊かな式場をこうストームシャドウで、えー、仕留めてますね、えーえー、まあこういうことで、えーまあ、10月3日から、まあ、北朝鮮のこの兵士もお士官またこの亡くなってるのも確認されてますね。このお情報が 流れてますけど、ストームシャドウもこれです。イギリスですね。この長距離ですけど実際まだ、えー、ロシア国内には使われていないですねまだ、えー、この占領地でこのロシアが占領してるいるウクライナ領土内でのあれですね使用ですねそれが、えー、いろいろとこのお去年送られたのがあそういうもったいないですけどロシアに見つかってこの 爆破された残りなのか、あた新たにこの共有されたの で使ったのかということで僕たさん言われすれば新しく起用されたのが疲れたんじゃないかということで、えー、在庫のあれはないんじゃないかということで、えー、なかなかお互いこの弾薬庫ですね、えー、この特にウクライナもこの長距離ジェットミサイルでこのトルペツかな、えー、この北と南の発音あれかな弾薬庫チャ,チャシャホレシかなこの、えー、ロシアの弾薬庫ですねすごいそういうまたこの平坦弾薬庫この、えー、この 見つけてこの叩くのかな本当に成果ですね。それとこの余談ですけどこの3本目かな特にロシアのこのストレス性無人機4号機ですねこの試作機器ですかね完全に制御不能になってこれはこの故障なのかそれともウクライナの連邦妨害なのかということで語衛がつきましたけどえー このまんまとこのウクライナに捕獲されるのをこの嫌がってロシアが自分の自分で撃墜、えー、していますけど残骸はウクライナに落ちて完全にこのお捕獲残骸がこの見つかってもう回収されてアメリカを食いっていうことが各、えー、報,報道オーシンから確認されてますね。そういういスストレス性この とということでまた、えー、このニュースでもなんか3機かなレーダーがこのまたウクライナによって爆破されたということでこれとはまた総出、えー、源が違いますけど、えー、ウクライナ軍この高額値目標ですね、えー、このクルクスでは前線、えー、なかなかこ着状態ですけど東部、えー、特にオフロフスクですねううでうで、えー、ベ,ダベダウール ウグ,ウ,グブレウグブレですね、なかなか発音が <laughs> バダウ,グウグレルダール、ウグレダかこが陥落して厳しいとにロシアはこの塹壕戦ですね、ありえないですけど、この国有性のない時代では第一次世界大戦のこの塹壕戦ですね、そロシアの戦法ですね、この一日生命を失っても何とも思わないそういう塹壕戦ですね、突撃されて命をもう使い捨てにして、そして、えー、これを、 打ってくるこのロシアのウクライナのこの、えー、ところを確認してそれから歩兵ロシアが打ち込むという,そう,いう残壕戦で、えー、もうもうあれですね、しつこい残壕戦でこの、えー、このロシアはこの1日1000名、刑事でも何と思ってないですね、プーチンは本当に自分の国民を何と思ってないそういう残壕戦で1日1000名失おうとお関係なしですね、そういう残壕戦で。えー ちちょくちょくく、まあそういうのに、えー、完全に2025年この完全にそのウクライナも厳しいけど完全なロシアの崩壊ですね、えー、崩壊西側はプーチンの崩壊を望まないということですけど完全に、えー、尽きてこの撤退ですね完全撤退ですねロシアのウクライナからの完全停戦、まあ、クリミア半島もちろんですね一気にこのなかなか <laughs> 現実あるいはあ F16 が100機来て一気にク,クリミア半島奪還という,う素人の思いとはいかないですね、えー、まあ、えー、クルクスで頑張ってその、えー、この引き付けて特に東部での精鋭を引き付けてという作戦が、まあ、一応成功してますけど、えー、この F16100 機で一気にクリミア半島というのは、えー、完全など素人の甘い考え言い,い名ですけど、えー、完全にこの。 北朝鮮が本当に、えー、完全に参戦してますね。そういうことで弾薬どころか。今度は兵隊ですね。工作部隊、トンネル掘る部隊、この他の見立てでは一千人受けたら一万人っていう。完全に、えー、もう完全にロシアのこの。えー 北朝鮮がもう参戦してきてきますねそしてその裏には中国ですねそういうことでアメリカこのドイツフランスイギリスなめられていますね完全にここできちんとこのある程度この長距離261のうちのこの A タクムスかなそういう長距離打撃である程度 たたないいと、ロシアがままま、えー、ってきますすね。ね。そういう、えー、感じにします、ねえー、このウクライナと北朝鮮は、まあ、国交があるということで確かに置いてるけどどうなるかということで、えーまあ、中国もそうですよね、えー、中国とウクライナもそうですけどなかなか大国の駆け引きまた中東情勢イス,イスラエルのヒズボラとの戦い、えー、流動的ですけど引き続き、えー、だいぶ路線脱線してますけど、えー 僕団にウクライナをウォッチングしていきたいと思います。だいぶ論点からは外れています。けどえー、僕団にウクライナよりウクライナ。このがストームシャドウでロシア軍に影響。 構成のミサイル活用とその背景を徹底解説、えー、そして北朝鮮の関与が不条兵士の動きで明らかになった事実、えー、さらに北朝鮮の背後に見え隠れする中国の存在とは引き続き僕団、えー、ウクライナさんの、えー、動画をお配置をしていきたいと思いますマスタートですマスターのこのユーチューブチャンネル登録またコメントいいねボタンともよろしくお願いします次回のおまた聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします 次回のニュース4択でお会いいたしましょう。マ、まあ、スターと一緒にニュースパシンブルジュ。シャロム、シャロム、シャロム。